はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はですね、ちょっとこのクエストルームサブクエスト受注を見てみたら、なんかいつの間にか紫のメダルというのが発生していたので、ちょっとこれをやっていこうと思います。サブクエスト受注しますか。紫のメダルが2枚、ミリシャが保管しているということはマウンテンキューブの駐屯地だな。早速行ってみよう。おお、目的地が表示されました。とりあえず行けってことか。じゃあゲートポートから行きましょう。マウンテンキューブですね。中継のいくつだっけ。中継2か。おお、ここだ。久しぶりだな、ボルジャーノン。ヒーローか。なんでいきなりやられてんの。オーズはいないのか。やつに話がある。連れてくるんだマジかめんどくせえ。じゃあちょっとオーズを入れましょう。ちょっと待ってね、装備をちょっと変えないと。ウィザードを一回全部外すか。じゃあヒールに、あ、間違えた。せっかくヒール2をつけたのに忘れそう、この編成を。よし、 OK。 じゃあウィザードの代わりにオーズを入れましょう。なんでダブルオークハンター F91、メビウスとティガ、どっちだっけ、ティガか似すぎてよくわからないウルトラマンは。一応装備させますか。まあ、サブクエストといえども気は抜けないと。どうしようかな。あんまり回復薬って感じじゃないけど、一応ヒールが余ってるからヒールつけて終わりか。スキルツリー AP が600余ってる。とりあえず覚えられるものはどんどん覚えておこう。ほいほい、これは3、これが3か。ほいほい、これはオクトバニシ2。ほい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 と、これ覚えたからオクトバニシュ3。ほい、これはワングライド3。とかやってるうちにもう AP がねえな。ヒール2と、メテオはつけてやるか。あ、ライジングガンダム余ってんな、なんでだ。リザレクション置いとこう。まあいいや、ウィークアップ結構適当っす。ヒーローラッシュ中クリティカル率上昇、いいね。これもいいや、つけとこうこれもつけとこう。はい、じゃあちょっと行きましょう。意外に時間を取られてしまった。マウンテンキューブ中継地点に。おお、連れてきたぞ。ボルジャーノン、何があったんです。すまない、突然ヤミーが現れメダルを奪われてしまった。なんだって。仲間のボルジャーノンが後を追って出ていった。どっちへ。南だ。あ、待て、2枚のうち1枚はなんとか守ったぞ。そう言うとボルジャーノンは紫のコアメダルをオーズに差し出した。うん、ありがとう。おありがとうって言ってる。じゃあその怪人が残り1枚を持っているんですね。ああ、今ならまだ近くにいるかもしれない。わかりました、南ですね。え、南って下っていいのえ、どこだよ、全然場所わかんないんだけど。今さらマウンテンキューブの敵と戦うのもな、あんまり経験値にならなそうだし。
勝ですね。南ってこっち？宝箱しか置いてないよ。どこだよ。マジでわからん。ここよりでもさらに南があるな。どうやって行くんだ？ちょっとマップを調べてるけど、ん？こっちか。ありましたね、道が。てか、いつサブクエストが発生してたんだろう。お、ここは？関係ない。こっちはまだ行ってないな。お、お前はオーズか？大丈夫ですか？すまない、メダルを奪ったヤミーを取り逃がしちまった。だがそっちの道へ追い込んでやったぜ。その先は袋小路だ。わかりました、この先ですね。ああ、気をつけろよ。よーし、行くぜ。お、なんかいるっぽい。あれか、例のヤミーは。お前はオーズだな。プテラノドンヤミー、一人なのか。常に二人で行動していたはずだ。さすがにヤミーには詳しいな。ん？いいねー。後ろ？挟み撃ちにしたのか。我らはプテラノドンヤミー。お前の持っている紫のコアメダル。その欲望は無だ。我らすべてを無に返すもの。そのメダル、我らがいただく。そうはいくか。バックアタックっぽいな。ふん。く、やるしかないな。大丈夫だった。とりあえずじゃあ攻撃力の高いやつというか、まずツインドライブシステムを使うか。で、こいつはあれつけてない。まあいいや。じゃあベスバーを打って、カプルを打って、こいつなんだっけ。とりあえず炎をやってみましょう。うん、全然強くないっすね。おお、カットされたよ。どんどんエネルギーを打ち込んでいきましょう。光、炎が効かなかったかな。氷、オッケー。かわされたー、マジか。1030とかって普通に超強いんだけど。このままガンガン攻めましょう。おー、光に弱いけど、もう分かった時は時すでに遅し。おー、いけるいける。ピコンピコン言ってるけど、すーげー強つえな。うわ、なんだ、プレッシャー受けた。なんてプレッシャーだ。うわ、スキルが発動できない。マジでそういうものなんだ。やばいな、これは。一転して若干ピンチに陥ったぞ。万能ライフキットは打っとこう。やばい、ダブローがちょっとやばい。ヒーローじゃなくてヒールレイン。
ウルトラマンが行けるようになったな。どうする、ラッシュをかけるか。まあ、使えないけど。でベースバーコンボ、こいつは攻撃、こいつはなんか覚えてねえな、うん、ドライブオンにして一番強い氷、うん、オクトパニッシュしかない。タコだな完全に。一気に突破するぞ。こんなところにノコノコ来るから抵抗するんじゃない、行っちゃえよ。このまま行くぞ。まだだ、なんと以上やらせてたまるか。おお、まあ当たりますね。おお、プテラノドン闇に手に入れた。よし、紫のコアメダル、紫のコアメダルの依頼を達成しました。おお、え、ボルジャーノに報告するわけじゃないんだ。とりあえずじゃあ帰るか。クエストルーム報告と依頼主に報告しますか。普通に会いに行けよ。おお、なんか解放されましたね。ちょっと見てみるか。スキルツリーオーズ、これか。おお、覚えた。ということで、まあ、いつの間にやら発生していた、サブクエストクリアしました。これやらないとなんかヒーロー技とか解放されない人たちもいるみたいなんで、まあ、出たらやっていこうと思います。今回はこれで終了します。